種ヶ島時旧7月20日1987年8月7日は元大日本帝国海軍技術大佐大学教授日本初のジェット機立花の開発者として著名である薩摩国種ヶ島領主であった種ヶ島氏の末裔で宗家の種ヶ島男爵家の分家筋にあたる父は海軍造兵大義士で無線通信の専門家だった種ヶ島時彦 その長男として、横須賀市の海軍官舎で生まれた。1921年に海軍機関学校を卒業し、1929年に海軍大学校選科合格。翌年には東京帝国大学航空学科に入学。1931年に王の千代子と結婚。1933年、東京帝大航空学科を卒業。 1935年の4月から2年にわたってフランスへと留学。帰国後の1938年6月から海軍航空本部等で勤務する。この頃よりガスタービン開発に取り組み、また海外で研究の進むジェットエンジンの有用性を痛感。海軍航空技術省において部下の長野治海軍大員らとその研究に没頭した。 1943年には海軍大佐に任ぜられる。1945年7月、東北帝国大学から工学博士号を授与される。同年8月7日、日本初のジェット機である立花の試験飛行に成功する。戦後は1947年から1955年にかけて日産自動車に勤務。 1957年には石川島重工業技術研究所顧問となる。1959年から1970年には防衛大学校の教授となり、同時期には東海大学教授として教弁を取った。定年退官に際し、戦時中若くして散った特攻隊員への謝罪と技術者としての反省を込め、太平洋海戦と、 軍人技術者の反省という題で文をまとめた。この文の中で、軍人技術者として、軍令部の傭兵化に技術面から真実を説得する、勇気ある技術者がいなかった結果、戦略上の誤りを正すことができなかったと、時給は、開墾している。1972年には除訓され、聖五位、君三島局実証を授かる。1979年、 公益社団法人日本ガスタービン学会名誉会員第1号となる。1987年8月7日死去。くしくもこの日は立花初飛行の日と同じであった。立花離陸する立花試作2号機から外されたね。20エンジンね12と呼ばれる新型ジェットへエンジンの開発が時、旧大佐指揮のもと続けられていたが、1944年7月、 ドイツ派遣潜水艦がドイツからシンガポールに帰島。いわや H 技術中佐は一足先に BMW 製のターボジェットエンジン図面を持って帰国したが、その他多くの資料や部品を積載して帰島してきた E5 第29潜水艦は日本への帰島の途中で米潜水艦に撃沈され、それ以外の資料は失われてしまった。しかし時給はこの時のことを後に後回想している。 たった一枚の写真で十分であった。象徴室でこれを見た瞬間に全部が了解できた。全く原理は我々の今までやったのと同じであった。ただ、遠心送風機の代わりに軸流送風機を用い、しかも回転も低くタービンも楽に設計してある。燃焼室も直流型で伸び伸びとしている。見ただけでこれはうまいと思ったその他の資料は失われたものの。 この一枚の図面をもとに、時給はジェットエンジンを設計。これにより実用に耐えうる20ジ 20Z エンジンの実用の目処が立ったのである。終戦後、ね20の多くは機密保持のため破壊されたが、残存の一部はアメリカに接収されて、技術試験を受けて高い評価を受けた。時給はその後もジェットエンジン開発に携わり、戦後初のジェットエンジンである。 J3 の開発に一役買っている。終戦時、時給は、立花は一回だけの飛行で消えていくが、将来、Z 機の時代はやってくると述べている。晩年に、長野治に送った手紙には、老生は命がけだった、当時の記憶を常に思い出しますが、歴史は生きておりますと記してある。ありがとうございます。